ガチヤグラを金モデでやっていきましょう。エクスパー2194と、目標からはだいぶ低めの数字ではありますけれど、全然勝てず、実力でこの辺にいるので、警戒せず、怠らず、おごらず、まあ、とりあえず、やっていきましょう。スライドデュアルがちょい怖いけど、今回は、復活系を、がっつり積んできているので、リスクはいつもより低めだと思いますけど、一発目はまだでかいですからね。お互い戦闘をしていますが、こういう時のために飛ぶのが目的なのである。受け身もつけてるからね。その辺のリカバリーもちゃんと用意しているという完璧な具合。はい、回復して。あ、やめて。当たらないで。当たるんかーい。さすがのシューターじゃねえか。じっとしてちゃダメなんだな。だが、そこはご安心ください。こういう時のために俺用意しておいたんですよって思ったんだけどな。来ている。あー、早い。これは厳しいか。だが、まあ、どれぐらいかな。ここからノックアウトまでの時間で少なくても、負けにはならないでしょう。引き分けにはなると思いますが。まあそんなこと言わず、え ?3 人でガチマッチに勝利をできるわみたいな感じで、やっていこうじゃないの。気持ちでね。やめて。だが、そのタイミングで切れるということは俺は知っていたさ。知っていたさ。なんだ、大したことないじゃないか。生き残らせてもらうよ。やめて。当たるんかい。これね、絶妙に、今、ポイズンが刺さっていて、余計切れませんでしたね。非常に悔しいところか。入ってくるね。危ないけど、ギリギリ倒したから。問題はありません。さあ、人数が減るとね、飛べるアイコンも少ないし、有利な状況があんまりないので、このジャンプ短縮が大量についているのが全く活かせないというところが非常に痛い。あー、よかったね。スライド状態になってたらさすがに間に合わないね。メイン効率をちょっと多めに積んでますね。メイン性能で疑似確認していないところは意外と好感が持てるのかもしれない。そんなこともないって。やめてよ。あー、待って。あー、インクは消えてる。くぅ、これだったら倒したかったよね。マルチミサイルも追加でやってきてしまっていた思いは。というか、インク効率積んでて、あるということは、やはりインク管理が苦手なのかな?そういう、得て増えてに合わせて、ギア調整するというのも大事な話よね。やめて、やめて、やめて、いっぱい来るのやめて、当たってる。もうちょい粘りたかったが無理か。なんか、どっちにしろそういう問題じゃなかったっぽいけどね、今回の。実力が、なんか3人でも割と拮抗している時があるので、そういう時はなんか、5分粘れたりとか、あわよくば1回逆転とかね、結局負けるけどみたいな、そういう試合もあるので、まあちょっと今回は実力が離れてた感がありますね。粘った時間に応じてプラスしてほしいんだけどな。それは欲張りなのか。箱服倉庫で連続してやっていきましょう。今回のメンバーはこのようになっております。でで、どんと。今回はインクアーマーがもしかしていない?非常にレアな試合ですね。X パワーがこの辺だと、インクアーマーの重要性に気づいていないのか、それとも単なる今回だけの運なのか、それはわかりませんが、背後を奪ってきたかったが、先手で3発当てて倒せないのはさすがにクソですよ。飛んじゃお。はーい、追いかけると思った。残念ながらあなたの追いかけないんですね。乗っちゃう。俺は乗ってなんぼなところがあると思うんだ。だからちょっとたくさん乗らせていただくよ。櫓の壁が全然濡れてないな。不安ですわ。一戦どこ?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 一戦!櫓の鍵に隠れるとはなかなかうまいじゃないか。一人!もう一人?おー、全滅。生き残ったのは偉いね。しかも、あー、これ、関門突破しちゃうのか。だったら、行っちゃいましょうか。と思ったけど。
やるじゃない。前に出ちゃおうぜ。ん？脇か。脇の方が怖いな。降りてくるんですか？ちょっと待って。またガロンなの？今気づいてしまった、私。はい。あー、キッス。ダメか。にゃー。ちょっと待って。ガロンに呪われてんじゃねえか、このステージ。飛んじゃお。これは勝てるだろうって思った瞬間にこれだからな。余計に嫌なんですけど。一旦ノルーが追いかけてくるかな。焦らず、慌てず。これは厳しいな。雨プラス、クイボプラスを追いかけ。復活短縮はあるが、復活短縮積んでんのが悪いのか、これ。はい、コロリン。じゃあ俺こっち行くから。どっちみち勝てないんだったら普通の動きしてちゃダメなんだよ。ちょっと待ってくれ。あぶねえ、厳しいな、これは。いるかい？ジェスが見てるよね。めっちゃ進むね。非常に悲しい状況になってますね、これは。見てくるね。さて、ちょっとこれ復活してくる頃でしょ、相手が。素直には進められない。登っていったかな、あれは。いや、帰ってるね。ハイプレということは。しつこいですね、これ。確実に俺だけを狙っている動き。そういうの嫌いだよ。嫌いじゃないよと言うとでも思ったかい？左怪しいな。まあ、いるよね、必戦。必戦がいるとは思わなかったけど。登りたかったな。あぶね。これ必戦をなんとかすればいけるか？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ふっ。ふっ。あー、あー。待って。ジェットスイーパーいるやん。やめてー。これノックアウトいければよかったんだけどなー。こっからあと1分40秒も、3人で守りきるんですか？何を言っているんですか？相当手強くないですか？来そうで怖いなー。いるよねー。待って、あー、これ倒したかった。キル速足んねえわ、やっぱり。上げてくれ。上げる方法をくれ、せめて。なぜ攻撃力が他の武器にしか適用されないのか。その納得できる理由を俺に教えてくれ。教えることはできない。なぜなら、それは、制作者しか知らないからな。もう一回乗ってくるかい？そこまではないか。ちょっと自陣が効かないとね、リカバリーしづらくて怖いので。乗っちゃお。乗って相手を警戒させちゃお。やめてー。ダメージを与えているぞ。ふ、はい、投げて。ここ登りやすくなってるじゃん。快適な空間、そういうの良くないと思うな。あー、もう快適な空間を取り戻されてしまった。命がけで止めに行かないといけなくなっちゃうんだよな。ラストの方だと逆に通用しないんですよね。序盤の方がまだ死に戻りでなんとかなったりするというか。怖いね。最後の最後でやられてっていうのは割ときついですよね。来るかい？ここ気をつけて。やべえな。だから言わんこっちゃない。言わんこっちゃないよ。言わんこふだよ。あー、ダメだよ。そう、こういうことになるからね。ひどくないか、これ。これまさか有利な状況が長かったから、ダメとかならないよな。2連続落ちからの、そのクソ仕様は発揮されたらもう本当に、スプラトゥーンやめるぞ、もう。いやー、ひっといな。まあ、これでいいんだけどな。ノックアウト取ってればなっていう感じだったか。3試合目ガチヤグラ、ハゴフグ倉庫でやっていきましょう。なんと現在、2連敗して、下がった腕前が0です。それがどういうことか、わかるかい？俺にはわからないよ。さあ、やっていきましょう。今回は、ガロンがいないので大丈夫ですね。できればね、3試合連続でガロンが落ちてくれた方が伝説になってよかったかなとか、ちょっとそういう期待もあったんですけどね、さすがにそれはないようですね。さあ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 。こういう狭いステージでね、敵陣乗り込みっていうのはちょっとリスクが高すぎるのではないかと
私思うわけですが、稀にこういった都合のいい状況も起こりますので、まあちょっと強気なぐらいはありなのかなと。ただこれはね、味方と敵が同じぐらいの実力というか、多少味方の方がね、強気に有利に動けているぐらいがちょうどよくて、それができていないと厳しいのですがね。お下がりくださーい。当たらない。これダメージ通らない何かしらのものに若干弾吸われちゃうんですよね。それが発動するので、シールドとかシェルターとかはなかなか相手したくないところなんですが、やっぱやだなー。やる、ちょっと隠れちゃうよ。今回復活の関連全く使ってねえな。今発動しましたけど、にしてもジェッパーなっげえな。というかね、味方がね、ちゃんと動き回れるようになっていたり、程よいところにビーコンがないと、このジャンプ短縮の恩恵はほとんど得られませんから、厳しいか。おい、逃げ切ったぜ。ここで強気の乗る選択。やめて、やめてよなぜこっちを追いかけてきたんだ。もう一人狙ってたでしょ。非常にやめてほしいところでしたが、人数有利で塗りもそこそこ大丈夫だったので飛びましたが、どうです？続々と来るね。ハイプルがすごい決まっちゃうんだよな、この地形。やりますね。やめて、やめて。なんか知らないけど当たったぜ。じゃあジェットスイーパーに嫌がらせをしに行きましょう。割ってもいいのよ、こうなるからね。やめて。あ、俺って後ろに殺されちゃう。あぶねえ。あ、生き残る。俺は生き残ることを最優先にする男。そして、スーパージャンプで、味方の、ね、危機に華麗に参上する。これが、ヒーローの立ち回りというやつだろ。はい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 。あ、俺が乗る。やったぜ。やっぱね、4人いれば勝てるんですよ。3人いたから生きなかったんだよ、最初の2試合は。そうだろ？決してね、ガロンのせいではない。落ちたことそのものの問題でしたから。3試合目綺麗に勝っててよかったね。なんというか、裏取りを過剰に警戒されない限りは、これぐらい自由奔放に動き回る方が案外うまく決まるもんなんですね。金モデの本来の仕事を全うしているからってことなんでしょうかね。よし、といったところで今回はここまでです。ありがとうございました。